皆さんこんにちは。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 声張ってる。皆さん、今大きな恐竜が見えておりますが、はい。我々はどちらに来ておりますでしょうか。ジュラシックパーク。始まりました、はい、新潟野球チャンネルでございます。お久しぶりでございます。いや本当久しぶりです。本当にね、ほらマッシー、ちょっとお帰りなさい。マッシー久しぶりです。 NCT ラワーフォーテッドのマッシーがいやーちょっと何してたんですかマッシー。いやー全然来てくれなかったし、本当にすみません。多分途中での収録以来の、はい、新潟野球チャンネルです。あれ5月ですよ。5月半年ぶり、半年ぶり。いや本当にごめんなさい。NGT48 ですね、はい、ファーストアルバムが発売してまして、はい、おら6月28日に、はいはい、あの未完成の未来というアルバムが発売しておりまして、うんうんうん、はい、ちょっとそのね、それを引っ提げたツアーとか、うんうん、まあ、特典会がありまして、はい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 、ちょっと予定が合わずで、あらすいません、本当に、まあ、ご活躍でね、素晴らしい。いや本当にありがとうございます。見に行きましたもん。あら僕もライブありがとうございました。素晴らしい。マシモさん、おお、ま、そんな感じ、もうキレッキレのダンスで、ありがとうございます。僕もあの大釜の写真会を外から見てました。あ、外から見た。外から見てました。じゃあ、あの久しぶりにスロットということで、うん、あ、歌います。あ、歌いますね、せっかくだから、はい、3人ということで、はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ私、あ、久しぶりにコールしてよろしいでしょうか。お願いします、お願いします。3、2の後は1言いませんので、お、それじゃあいきます。3、2、に、い、待って待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 て、そうだった。それにも久しぶりに撮ったらマイクは下向いてるっすよ。一人は画角から外れるっすよ。大地さん、ここね、ポケットにね。あとね、一つじゃあちょっとあの新潟野球チャンネルのあの一番最初のやつ言う前に、はい、ね、皆さんここがどこかだけちゃんと説明しましょう。そうだね、はい、そうですよね、忘れたね。本日どこに来てらっしゃいましたか、中山さん。今日はですね、安田の、はい、サントピアワールド、サントピアワールド、さらにマッシーのために貸し切り、貸し切り、貸し切り、マジでいないから、誰もいないから、料理で、私サントピアワールド初めて来たんですよ。あ、初？初、はい、なんとそこでいきなり貸し切り、そうなんですよ。今日ね、あの夏休みが終わったんで、はい、最後みんなに、まあ、久しぶりなんで、うん、はい、サントピアワールドのアトラクションを楽しんでもらう。はい、いいんですか？いや、いいですよ。だっていっぱいありますよ、うん、サントピア。いや、もう園長が貸し切ってくれた理由としては、はい、PR してくれたら足切ってくれるっていう、ね、魅力をね、そう、魅力をね、うんうんうん、我々3人が伝えられたら貸し切るよっていう、もう条件付き、何でもやりましょうよ。いや本当になんか結構ポスターとかを見る限り、うん、はいはい、早く来ないと潰れちゃうよみたいな。そうそうそう、ちょっと自虐ネタもありとかそうだったので、確かに、なんか結構、ね、ここ私たちが発信することによって、うん、いろんな方が、まね、救わなきゃいけないんですよ。ま、そうですよ。今日の使命感はじゃあね、はい、使命感を持って、まあ、はい、我々にかかってるってことですよ。そういうことですね。ね、頑張ります。じゃあ一つ一つアトラクションでやりながら、はい、楽しさを伝えていきます。じゃあ皆さん頑張っていきましょう。微妙だな。はいはい。では来ました。大観覧車。まあ、ゆね、遊園地といったらもう大観覧車。はい。マシモさん、はい、どうですかこれ。いやこれ、私観覧車久しぶりに乗るので、お、もうウキウキの顔がもうなってますね、はい、もうこれカメラ、カメラ持たされてるから。しかも、これ私、わがまま言って、はい、私一人で乗って、カメラで私一人の一人で観覧車の映像をお届けできるんですよ。なんと、じゃあ早速、3人行ってみますか。行きますんで、はい、では大観覧車行ってきます。行ってみよう。マシモカメラです。あれ、ここでじゃあスタートなんで、行ってらっしゃい。はい、マシ、行ってきまーす。行ってらっしゃい、マシ、どうぞ。行ってきまーす。行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。危ない、気をつけて。うわ、観覧車一人で飲むのやばい。大丈夫かな。ありがとうございます。マシ、行ってらっしゃい。行ってきまーす。いってらっしゃい。怖い、一人で飲むのやばい。一人で飲むのやばい。一人で飲むのやばい。今思い出したんですけど、本当に最後に乗ったのが3年ぐらい前の東京ドームシティの
観覧車に乗ったんですよ。でもあれ高さ頂上行った時とか結構高って怖って思った覚えがあることを今思い出しました。だんだん上がっていってますね。ちょっと外に映してみようかな。やばい、これいいカメラすぎてさ、あー止まった止まった、動いてる、ゆらゆらしてる、ゆらゆらしてる、すごい。これだってもうすでに高いんですよ。だってこれめっちゃ階段登ってきましたからね。これだから頂上行った時大丈夫かな。これもう喋って気を紛らわせよう。怖くても怖くてもこれが動画になると思えば大丈夫。上がってるよ外見ない方がいいかもしれない、観覧車なのに。どうしよう待って、私声でかくないですか。そうか、みんな一緒、みんないる、大丈夫。たっか、まあなんか私今さ、やっぱり観覧車だからさね、この野球チャンネルにかける思いとかを話そうかと思ってたんですけど、無理無理、高い、怖い怖い、こんなに、はあ、いい景色、いい景色が広がっておりますけれども、あーこっから下がってくの怖い、こっから下がってくの怖い。最初はこれ自分がカメラを持つことによってちょっとでも可愛く映れるって思っていたんですけど、ちょっとそんなのことも気にせずにな表情をしている今絶対にね。私さ最近野球チャンネル出られなくて、だからなんか野球チャンネル昔出てた頃、それこそ始球式とかやらせてもらった時の動画をもう一回見たんですよ。でやっぱあの動画って本当に天気もお天気にも恵まれてすっごいいい動画だったなって思って、なんか自分のねなんかさお仕事をたくさんいただくきっかけになったのって野球チャンネルだったから、本当に改めてね感謝の気持ちでいっぱいでしたし、そのね感謝の気持ちを恩をねこれからも返していけたらなって思いました。もう本当にでも始球式の動画は自分が緊張しすぎていて、もう本当周りが見えていなさすぎて、もっともっともっとここで話しなさいよとか自分に思うこともあったんですけど、もうあれも良き緊張感っていう感じで、あ終わりが見えてきた。よし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 、おお自然光最高続いてはロックンロールでーす。やったー、ロックンロール、はい、こちらですね。はい、これです。これ一見丸い乗り物のように見えますけれど、はいはあ、どうなるんですかこれ。これが、はい、すっごい回るんですよ。もうすっごい回る、すごいスピードですよね、これね、はい、ちょっと見ましたけど、はいはい、今ちょうど、ね、テストで他のスタッフさん方がやってらっしゃったのを見て、はいはいはい、ちょっと私も乗ってみたいなって思って、さすがやっぱりうちのエースですよ、はいはい、もうマシ、はい、じゃあ一人で乗っていただいて、一人でいいんですか、はい、いや今回やっぱり絵的にですね、うん、やっぱりせっかく真下さん今日今回来ていただいたので、はい、もう一人中山さんに行ってもらおうかなと思って。なんで？なんで？はい、なんと、はい、なんと今回漏れなく中山さんもついていただくということで、僕はここからちょっと応援の絵をちょっと撮りとか、はい、確かに応援の絵も一人は必要です、大事じゃないですか、うん、確かにちょっとこの流れで決まってるんですか定員2名です。あ、2名さん、そうなんですよ、いいですか、じゃあマシのじゃあ正面にいいですか、はい、じゃあちょっとそういうことで頑張りたいと思います。頑張りたいと思います。よしよし、はい、じゃあ失礼しまいます。あ、結構きつめに、ね、はい、きつめできつめ、え、大丈夫ですかこれ、絶対に外れないやつで、はい、はい、お願いします。はい、はい、お待たせいたしました。それではお待たせいたします。やだ、運転中は前の手すりにしっかりとおつかまりください。行ってきます。はい、行ってきます。まだでしょ、まだでしょ、びっくり。そう、最初の一周はね、はい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 、そろそろ
すいません、感想ください、感想感想ください、感想感想感想、あーとか、あーとかじゃなくて、ちょ、あーとかじゃなくて、ちょ、感想ください、感想感想感想ください。ちょっと私、ズルしたんですよ、目つぶっちゃってました、基本的に。え、気持ち悪さとかそういうのはないですか？途中で、おなんか、おー、臓器来るって思いましたけど。臓器来る、臓器来るって思いましたけど、はい、でも、ちょっと目をつぶって。あ、なるほど、でじゃあもう一個違う世界へ。そうです、ロックンロールしてきました。ロックンロールしてきました、してきました、本当に。ね、すごい、ただただね、うるさかった。もうゲロ吐かないようにだけ向かいですからね、うん、危ない、もうマシだけかけないようにと思って、ね、ずっとこう我慢して。中山さんが気持ち悪いって言った時大丈夫かなと思って。そうそう言ったね、2回ぐらい気持ち悪かった、本当に。さすがです。いやー、もう絵的にはバッチリです。あ、本当ですか、はい、よかった、お疲れでございます。よかった。じゃあ次行きましょう。次行きます。大丈夫ですか？ここ持ちます、はいはい、いやもう大丈夫ですか？次行きましょう。続いて行ってみよう。